かった。それじゃあ一緒に行こう。そうだったそうだった、ぶつかったショックで忘れてました。私迷ってたんだった。そ、3学期からよろしくね。にゃん。ああ、これは…またいつ引っ越すかわからないから買うのもったいなくてさ。うん、まあそんなところ。同じクラスになったらよろしくね。2年生。うん、多分なるよ。私の顔見て、なんか思い出すことない？何かを。あ、そう。疲れるはずないでしょ。あー、こりゃ完全に遅刻かな。転校初日からこの体たらくとは。行くの？ありがとう。それじゃあ私は先に行ってるね。じゃあね、京介くん。よう。いや、このクラスに転校生がやってくるんだってよ。ん？かわいいといいけどな。そいつ女なんだってさ。え、なんで？マジで？おお！
はい、座って座って。え、何？前世は光の戦士？はいはい、とにかく座れ。さて、今日のホームルームでは新しくクラスの一員となる転校生を紹介しよう。じゃあ神崎、自己紹介を。あ、京介くんだ。また会ったね。転校初日でもう友達ができたってのはいいことだ。じゃあ自己紹介してくれるか。日曜日に拾ったからサンデーって言います。いや、皆さんどうかよろしく。じゃあ神崎の席はっと、そこが空いてますよ先生。お、そうだな。それじゃあ何かわからないことなどあったら国見に聞くように。同じクラスだ。
へえ、その猫を連れてきてもいいんだ。うん、特別に許可するって先生が言ってくれてよかったよ、姉さんで。すみません、全然気がつきませんでした。あ、はい、そうですね。どうもありがとうです。それじゃあこの時間はホームルームだな。ねえねえ、なんかあの先生顔が妙にツヤツヤしてない？顔色良すぎるっていうか。まずは今学期の委員会を決めないとな。委員会？あ、京介くんやるの？じゃあ私もやろうかな。立候補者は黒板に書いてな。決まらなかった委員会については推薦で決めるぞ。だって面白そうだし、京介くんと同じところに入ることにしますです。
君と一緒の委員に入ってもいいですか？そうか、国見にも春か。よし、いいぞ。神崎と国見は一緒だ。感動した。ほらね、誠意を持って対応すれば人生なんとかなるもんですよ。で、京介くんは何を選ぶのさ。図書委員？これで二人で図書委員だね。いやー、それはないと思うけどね。